演舞開演。どうも、本日はこちらファミリーマートの中華いろいろ食べてみたいと思います。どれがどれかわかんないけど、どれも美味しそうです。ではまずちょっとなんか重量感があるこちらから食べてみたいと思います。なんだろう、見た感じ肉まんのようにも見えますが、あ、書いてるわ、ファミマプレミアム肉まん、プレミアムチーズ肉まんですね。あー、重量あって美味しそう。でも中身は、おお、本当にチーズ入ってますね、とろーり。ではいただきます。最初に食べたチーズ肉まんはチーズのとろーりとした食感とお肉の旨味がうまく凝縮されていました。2つ目の明太子のまま明太子の刺激が結構ありましたね。ピリリと辛かったです。辛いのが苦手な方は苦手かもしれませんが、自分は好きな味でした。そして3つ目のファミマプレミアム肉まんはお肉がぎっしり入っていて肉の旨味をじゃん堪能することができました。とても美味しかったです。では続きまして、これは何だろうな、通常の肉まんですね。これはやっぱりプレミアムに比べると地味かな。でも美味しそう。いただきます。最初の肉まんはやっぱりプレミアムに比べると地味でしたが、それでもタケノコの食感がうまく入っていて、バターチキンカレーまんはカレーがとろっとろで口があれほどよくとろけていきますね。まんじゅうなんですけど結構ルーのカレーに近かった気がします。程よいピリ辛加減が美味しかったです。ピザまんはトマトソースの酸味とチーズのとろとろ感が食感ののっちりとした生地でよく合っていました。そして最後の粒あんまん、粒あんの食感がしっかり残っていて、もっちりとした生地の後にしっかりその甘みがきて、で、あんパンなどとはまた違った美味しさがあってとっても美味しかったです。でもやっぱりプレミアムのものか、存在感が大きかったかな。というわけでこちらの点数とさせていただきました。どの粒あんも美味しかったのでまた食べてみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしてあげると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。